こんにちは。テンパっていらない住民の会です。しばらくね、 YouTube の配信ね、途絶えていましたけれども、今日は梅雨明け前のやんばるの森をバックに、最近の戦いの状況などをお伝えしたいと思います。はい、最近はですね、やっぱり世の中がね、コロナや土地規制、法案などなんか目まぐるしく、なんかいろんなことが起こっているんですけれども、まあ、そういうのもね、ちょっと話しながら、まあ、また戦いの状況をまた私の皆さんに説明してもらいたいと思います。よろしくお願いします。最近5月24日にですね、北部訓練場の大規模な演習がありました。800人ほどのたくさんの人が新しく作ったヘリパッドで訓練してたっていうことで、本当にひどい状況があります。負担軽減ではなかったっていうことを実感してます。この前うちの子供がですね、この東島のね、境のこの県道を車で走っていったら、前にあれは何だろう、米軍の車なのか自衛隊の車なのかよくわからないんですけど、ナンバープレートがついていなかったっていうので、なんか私に写真付きの LINE が送られてきて、これってお母さんいいの、大丈夫なのって写真が送られてきたりとかですね。まあなんか子供の目でもあれっていうようなことがやっぱり毎日高いでも起きてるんだなって実感しました。またその写真、はい、こんな感じで、はい、はい、とは重要土地規制法案なんですけど、はい、最近秋野さんが米軍基地のあるゴミをゲートの方に持ってってることがですね、抗議してることが、その行為がダメだってことで家宅捜索が入られたっていう事件がありました。調べるべきは米軍のゴミを調べなきゃいけないのに、そうやってそれを訴える人を取り締まるっていうことはやってることはおかしいと思います。不都合な真実をそうやって隠していくような声を出せなくするような世の中は間違ってると思います。情けない気持ちの中に今日看板ができました。辺野古の新基地を作るための土砂には海兵隊を含む戦没者の遺骨が混入しています。沖縄戦で殺された人たちを冒涜しないでという意味です。私たちは今6月23日の慰霊の日に向けて毎年平和行進を、させていただいております。慰霊のための平和行進ですけれども、沖縄戦の慰霊とは基地をなくすことっていうことを掲げながら歩かさせていただいております。高江にも毎年、来て高江の状況を お話を伺ったりとか、座り込みに一緒に参加させてもらったりとか、させていただいております。去年はコロナが発生したばかりでちょっと状況が分からなかったので、呼びかけずに、本当一人二人ぐらいで沖縄を歩きましたけども、今年は、今緊急事態出てるんですけども、ずっと何もしないというわけにもいかないので、今年は10名ぐらいで、一
人が来てくれたので、今から出発ですか。はい、更新はここから始まるんでしょうか。はい、今年の更新は高い出発で、糸満の真文まで。今回はあの初めてこの更新に参加する人たちも多いので、昨日もあのやっぱり初参沖縄に、まあ、15年ぶりぐらいに来た方がいたんですけども、やっぱその本当にね、この場所に来る、現地に来るで感じる、話すっていうことが本当いかに大切かってことを、まあ、昨日参加してくれた人は、まあ、話してくれたので、まあ、これからも現地に来て話を聞いて、共にお祈りをして基地のない沖縄を目指していきたいというふうに思います。私はマッキングチと言いまして、奄美大島から今回お邪魔してるんですけども、奄美大島でやっぱり自衛隊が配備されるってことを知りまして、奄美は北部と南部に一箇所ずつ作られて、でもう解消、両方とも解消しちゃってますので、もう合計で550人の、部隊なんですけども、うん、ミサイル基地なので、うん、そのための弾薬庫を5本作ってまして、そのうち2本がもうできて、あと3本の工事中ということで、奄美大島はあのたまたまっていうか、できた場所が、ゴルフ場の一角であったりとか、あの養豚場とか産業廃棄物の場所を使ったんで、もともと開発された土地をまあ、再利用したってこともあるのと、基本的に人が行かない場所なんですね、両方とも、うん、だから非常に関心が薄いというか、うん、あの宮古石垣みたいに目の前でガーガーやられてるわけじゃなくて、うん、全然見えないところです。ただその間にアンケートとかになると難しくて、あと署名とかになると難しいので、あの簡単にアースデーとかそういう時にシール投票してもらうと、大体7割の人がいらないとは思う。あ、そうなんですか。ただ声に出してはいないんですけど、でサインしたり、ね、はできないけど、パッとシール貼るぐらいなら嫌だなっていうのは貼ってくれて、あ、そうか。そうすると7、8割嫌だな。あ、そうなんですか。あ、で一番今嫌だなっていう声は、うん、コスプレが結構で行く一方で毎日飛んでましたけど、うん、あ、そうなんですか、はい。感じるじゃないですか、あのビリビリの音とか、あ、だから本当にそれは嫌だなと思って議員も置いて、あの上の方にやめてくれ、もともと奄美はあのオスペイの米軍のルートから外れてて、なんかその隠れルートみたいなのがあって、それがそんなルートだったらしい。はい、今それが平気で非常に定期を毎日飛んでるんで、毎日、それで一般住民も何だろう何だろう怖いな怖いなっていうのは、あ、そうなの、はい、最近になってやっぱり増えてきてるんで、だんだんなんていうかね、エスカレートしてるから。あ、そうなんですか、はい。取り組みとしてはどんな取り組みをされてますか。仮処分とか起こしたりとかして、二度起こして二度とも、まあ敗訴ってね、国はいずれとって勝訴ってなかなか難しいから、勝つのが目的というよりも、うん、まあ一般の人にも知ってもらうと、あ、はい、新聞とかで取り上げてもらいますよね、はい、で、あ、そんなことがあるんだっていうのを知ってもらうためのものでもあるんですけど、でみんなちょっと今意気消沈してるんですけども、あ、ただここ都でちょっといろいろ最近ね、はい、あって、で弾薬箱を運ばない、うん、そう考えてみると奄美ともそれはあることなので、はい、銃器があってもミサイルがなければ無力化なんで、あとですね、ただ僕が一番懸念して一番最初に何で反対したかというと、自衛隊がない島だったので、うん、なければ
攻撃対象にならない島だったのが、そうですね、はい、あることによって国際法上攻撃してもいい島に変わってしまったので、そこにミサイルがあるからって、ね、攻撃されるのに、そこを無力化したところでね、無力だからやらないってことは相手はないんで、うん、その装備さえあるもう基地さえできちゃったら本当ですね、うん、そこを、はい、まあ遅くても一般の人にも理解してほしいなって、うん、そうですね、そんな大変なことが起きちゃったんで世界遺産を前にみたいな、はい、そうですね、そんな感じです、はい、ね、本当にやんばるの森もね、世界自然遺産に登録されるかどうか、ね、その辺もね、これからしっかりね、見守っていきたいなと思ってるんですけれども、皆さんも、まあ、コロナとか、いろいろ本当に大変ですけど、本当、体には気をつけて、一緒に頑張っていきましょう。じゃあ、また、バイバーイ。